ちは萌えです。今回はこちらの丸いキャンバスにバスケットボールをリアルに描いていきたいと思います。で、使っている画材はですね、この丸いキャンバスとアクリル絵の具なんですけど、今回はゴールデンを使っています。このゴールデンね、質が良くてとてもおすすめな絵の具なんですが、ちょっとねやっぱ値段がするんですよ。なので私がおすすめの画材屋さんでね、よくセールしてるので、その動画も、出してるのでね、見てもらえたらと思います。はい、で、描いていくんですが、今回はこのバスケットボール、皆さん近くで見たことありますかね。滑り止めのようにボコボコしてるんですよね、表面が。なのでそのボコボコもしっかりと一粒一粒描いていきたいと思います。で、その一粒一粒描いていく前に、まずはこの影とか光とかその辺の色をね、ざーっと塗っていきます。これでも成り立つぐらいの、色をね塗っていきます。そのボールとしてリアルに見えるような光の加減とかね、そういうのをまず下地としてね塗っていって、そこから丸を一粒一粒描いていくっていう感じにしていきます。で、もちろんこれを例えばこう塗りつぶさずに一粒一粒最初からね描いてもいいとは思うんですけど、そうするとちょっと一生終わらないんじゃないかって思うので、その粒々のね、その周りも塗らないといけないしっていうことは、ちょっとこのボコボコした間の色もね、ざっと、まんべんなく塗らないといけないしっていうことで、この方がね早いかなと思って、一旦塗ることにしました。で、使っている色はですね、今回はもう茶色い絵の具、茶色いゴールデンの絵の具があったので、茶色系の絵の具使ってます。茶色となんか黄土色とかね、あとはオレンジとか、白、その辺を使ってますね。で、この赤茶っぽい色と黄色っぽい茶色ととか、いろいろ混ぜながら使っています。で、もちろんこれ普通の、ベーシックな色、赤、黄色、黒、白があればできます。なんですが、茶色いね、絵の具あればね、その方が楽なので、それで使っています、今回は。で、そのセールになる色とかが、こういう色が多いんですよね。あんまりこう使われない色とか、そういうのが多いので、そういう時に買ったりしています。はい。で、この使ってる筆もね、いろんなの使ってるんですけど、この筆はね、あれですね、アメリカから買ってきたやつですね。何をアメリカで買ってきたかっていうのも動画に出してるので、あとはアメリカの画材屋さんのね、動画も出してるので、それも見てもらえたらと思います。結構日本と、似てるところもあるんですけど、売ってるものとか売り方とかが違ったりするので、楽しいんじゃないかなと思います。はい、で、このザーッと塗っていくのもですね、ちょっとこの後ろにグリッド見えると思うんですけど、このグリッド、ちょっと今回はこの線を描くぐらい、この黒い線を描くぐらいでしかあまり使わなかったんですけど、とりあえず、いつも通りグリッドを敷いてから描いてます。はい、そしてちょっと飛んじゃいましたけどね、ちょっと動画が撮れてなくて飛んじゃったんですけど、一旦塗って、その上に粒々をね描いていきました。もう一個ずつで、この粒々を同じような色で一旦塗ったんですけど、もちろんこの光の加減とか、影のところに合わせてね、色をちょっとずつ変えながら塗ったんですけど、それをその上からまた光を足していきます。ちょっとこうデコボコをつけるために、このままね点を描いただけだったらただの模様になっちゃうので、ちゃんとボコボコしてる感じというか、プクッとしてる感じを出すために、この影と光を足していくって感じです。これがですね、めちゃめちゃ細いやつじゃないと描けないので、すごい細い筆を使ってます。ただこれも一番細い筆じゃないんですけどね。で、さすがにこんだけ小さい丸を立体的に描こうと思うと、なかなかねやっぱ大きいもの描くのとは違うので、そこまで
すごい精密に描けません、まあ、描こうと思えばもうなんか計1本2本ぐらいの筆で描こうと思えば描けるんですけど、ちょっと一生かかりそうなので、一旦全体的に今ちょんちょんってやってるのは、ちょっとこの今すでに書いてある点よりも明るめの点を上に重ねていってます。でそれも真っ白じゃなくてちょっと肌色っぽい感じで、一番明るいところは真っ白にしたいので後で足していくって感じですね。なのでこの最初に書いた点がちょっと影っぽい部分になっているっていう感じです。でそこからだんだん明るいとこを書いてるっていう感じですね。これねアップで見てるとわけがわかんないんですけど、こう離れてみるとねちゃんとボールになるようになっているというか、自分で書いててもこれ大丈夫かなって思うんですけどね、一旦離れてみて確認してから、してからというかしながらね書いていきます。あとこのボールもこの黒い線のところ、ここもちょっとこうくぼんでたりするんですよ。なのでそれもちゃんと表現していきます。このなんていうのかな、茶色いところと黒いところの境目がちょっとボコッとしてるとかね、そういうのをこの後ろの色ベースの色で影とかを作ったり光を作って、さらにこの点々でもちょっと暗くしたり明るくしたりっていう風に描いていきます。で私もちょっと苦手なんですけど、集合体がね苦手な人はちょっと気持ち悪いかもしれないですね。ちょっと話してみてください。はい、で、まあそれを私もあんまり得意じゃないので、あんまり考えないようにしながらちょっと一粒一粒に集中しながら描きました。はい、こんな感じでね一つずつ描いていって、まあ、ちょっと黒いところも光とかそういうのを足してこんな感じになりました。いかがでしょうか。その辺にボール落ちてるみたいにね見えるんじゃないかと思います。丸いキャンバスだとねいろいろこういう楽しいこともできるので、皆さんいろんな形のキャンバスを使って描いてみるのもいいんじゃないでしょうか。ということで何か質問があればコメント欄に残してもらえたらと思います。ではまた次の動画で、バイバイ。